トップのロイック・デュバルの2分9秒673をめぐって道上亮がタイムアタックに入りました。スーパーラップ高田ドーム NSX タイムアタックに入っています。みるみるうちに路面の雨がなくなっています。水が減ってタイムが出やすい状況、そんな中道上亮は果たしてどんなタイムを出してくるのか。はい、まあ、300クラスがアタックしているときが嘘のように、そうですね、アタックしやすい状況になりました。このあたりもつい数十分前までは雨の川ができていたわけですが、はい、それがなくなった中でのトライ。デュバルのタイムをコンマ7秒近くセクター1でクリアしてきました道上亮です。そしてセクター2、ここで、はい、おー1秒以上早い。これはやはり路面ということも考えられます ね、 すね、はいはい、さあ道上が従ってタイムに期待が高まります。スプーンに向かっていく道上、路面はみるみるうちにタイムアタックしやすい状況になっている。道上腕の見せ所、セクター2までで1秒以上デュバルのタイムを上回っています。注目のスプーンを出た。いよいよ最後のセクション、いいですよ。さあ道上が 130R を通過、1秒558、デュバルのタイムを1秒5上回ってきた道上。さあそしてカシオトライアングルに道上が突っ込んでくる。現在のトップデュバルのタイムはセクター3を通過したところで1秒5上回っています。そしてホームストレート、道上のタイムは果たして8秒台に乗っけてくるのか。道上のタイムは7秒台、最後早かったですね。道上7秒台、高田ドーム NSX2 分7秒489、トップに立ちました。